これまでのあらすじ。モンテドールで起こっている奇跡の仮面にまつわる謎を探るため、レイトンは過去の出来事を思い出すのじゃ。奇跡の仮面を持って走り去ったシャロワを発見したレイトンたちは、ヘンリーの後押しを受けてシャロワの説得に成功。考古学探検に胸を馳せるランドに付き合い、レイトンたちはランドの家で探索の準備をし、次の日の朝を迎えるのであった。第6章、幻の遺跡、アクバードイン。はい、過去編。エルシャール、ボイスあるよ。今日はお前に最高の奇跡を見せてやるぞ。はい、見せてください。ヘンリー、馬車をここへ。ヘンリーはパシリ。はい、ただいま。シャロは、なぜ君がここに。さてはヘンリー、君か。すみません。本当に申し訳ない。ランド、黙っていく気だったの。ごめん、君を心配させまいと思って。あ、そうだ、五円玉だ。これはあなたが大切にしてるものじゃ。君に預けておく。きっと帰ってくるから。まだ死亡フラグ重ねるか、こいつ。生きてるっぽいけど。ありがとう、シャロア。ランド、気をつけてね。ああ、帰ったらゆっくりとお茶でもしよう。じゃあ、3日もすれば帰るから待っててくれ。いざ、鎌倉。いざ、鎌倉。行ってきまー。心配はいりませんよ、シャロア様。ランド様は賢いお方です。きっと何事もなく戻ってこられますよ。そうね、賢いおじさん。ムービーっていうか完全なる砂漠だな。鳥取かな。馬車、荒野だ。本当に良かったのかい、ランドよ。シャラワなら大丈夫さ。完全に過去編のレイトンは脇役だね。ランドの物語だ。あれ、仮面の裏が地図に。秘密の図形が宝の地図さと。3ヶ月かかったんだぜ。トランレイス峡谷。この紋章は、謎の紋章と奇跡の仮面、80以上もの文献から類似する古代図形を割り出し、つなぎ合わせたところ、この図形の起源ははるか昔、どの文明にも当てはまらない、ね、アスラント文明だよ、ね。アトランティス文明のパクリかな。なんだって?唯一ドンノーランの古代史において多くの仮説が語られていた。遺跡の一つではないか。これは世紀の大発見だ。さあ、休憩はこれぐらいだ。遺跡を目指そう。こんなところに遺跡が。どうだ、驚きだろ。しかしここは危険だ。危険なことはしないとシャロアにも約束したはずだぞ。何度も言ってるだろ、エルシャール。リスクのない成功なんてないんだ。俺はこれから命をかける。命をかけて人生一度のチャンスをものにするんだ。ランド、どうあっても俺は行く。俺は本気なんだ。お前は辞めるならそれでもいい。どうする、エルシャール・レイトン。本名で言うな。フルネーム呼ぶな。行こう。今ならね、ドローンで簡単に。あ、なんか不思議なダンジョンが始まったぞ、急に。マジか。違うゲームが始まった。結構広そうだな。ワクワクするぜ。あらかじめ作戦だ。
遺跡地図を手に入れたんだ。すげえだろって。現在の階層の地図が表示される。そして俺話したいときは話すをタッチするんだ、ね、とりあえず俺に聞け。移動は矢印で移動するんだ。それじゃあ試しに歩いてみようぜ。スライムとか現れそうだよね。試練とかトルネコ的なね。お、武器ももらった。説明しよう。穴を掘る。ポケモン A ボタンでもいける。石や岩で覆われた部分は掘れんぞ。例えばこういうところだ。ほら、あそこで穴を掘ってみろよ。動物の森で見たことのある掘り方だな。これは使えるね。クソ操作性だな。埋めるもある。動物の森だこれ。足元じゃなくて一歩前を掘るんだよね。落とし穴なの3年でも埋めとこうぜ。まあ何にもねえな。所詮チュートリアルか。セーブポイントみたいなの出てきたけど。これは地面が光っている。何か埋まってるんじゃないか。穴を掘るだ。金のなる木かな。ひらめきコイン。ひらめきコインが出てきた。ラッキーだね。なるほど。光っている場所には何か埋まっている可能性が高いぞ。蛇が出なければいいけどね。と、ね、まずは埋めよう。なんだこれ。あ、2人同時に乗らないといけないやつ。あれかな、ゼルダのトライフォース三重士をちょっと思い出すな。引いてもダメそうだね。こんなところで俺たちの冒険は終わってしまった。もういいよ、分かってるよな。何が言いたいかすげえ分かってるから早く行こうぜ。4つの剣がやりたくなる。せや、はあ、たらららららら、んと。たったらららー、やるじゃないか。これで先に進めるぞ。とそこまで気づいているとはね。さすが俺の親友だよ。二人で来て正解だったぜ。と部屋ミイラ。ミイラいるの。俺は右に行く。お前は左に行ってくれ。ミイラだー。ちっとも嬉しくない。これあれかな、平安京エイリアンかな。次はやっぱこれ不思議なダンジョンだ。不思議のダンジョンか。もうどっちか分かんなくなるんだよね。早いあいつ。いいだから道を塞いで。どうすればいい。穴を。やったか。平安京エイリアンですね。
完全に違うゲームが始まったな。無事切り抜けられたな。思った以上に危険な仕掛けだ。油断はできない。気をつけていこう。今何回？やっと2回か。どこまで続くのかこの遺跡。それは結構大きいだろ。なんたってアクバー大遺跡だぜ。地下100回とか言われたらどうする気？リセット。その時はその時だ。お、なんかアイテムありそうじゃん。見てくれ、岩が道を塞いでいる。どうしようかな。見るからに重そうだけど、転がせるかもよ。転がす。A ボタンでも転がせるね。A ボタン。なんというパワー。あれ、LR で向き変えれるのは、あ、変えた。まあ、これを押すしか。一階に一つぐらいは謎あるかなって思ったんだけど、ないね。お、達筆なヒエロ。これ大丈夫？コンプリートできる？クリア後に戻ってこれんの？これ取り忘れたりしたら不安だな。ちょっと怖いんでね、あのセーブ一番上使ってたけど、次はあのここのセーブポイントを残しておこう、ね、新品で買ったから3つセーブできるしね。あ、謎解き部屋だって。なんだか厄介な感じの部屋だ。うん、道が途切れてる。あそこに岩を落とすんだろうね。なるほど、やってみよう。やり直しもあるよ。ガイドモードを使うときは気をつけよう。ガイドなんていらねえよ。やり直し初手失敗はやめて。乗れるんだね。乗れないのかと思ってた。あ、失敗したって思ったら乗れるんならいけるいける。こうね、じゃあいけるわ。ここに持ってきて上に打てばいい。別に初手失敗ではなかった。まあ子供でもね、クリアできる難易度じゃないと怒られちゃうからね。ファミコン、スーファミ後期の作品は死ぬほど難しいのが多かったけど、スーファミは初期から難しかったね。ファミコンの後期とかほんと難しかった、初期はね、そもそもクリアすらできねえゲームが多かった。ミイラベア2。ミイラ潰れっかな、これ潰れそうじゃない。ほら、あうん、あいつ簡単なことばっかやってんな。これどう、あー掘れない これはやばいね。こいつ無能じゃね？ちょっと無能じゃね？
まあトルネコ試練やっててもよくあるけどね、敵に疲れたらそのまま階段まで逃げるっていう。ミイラ男は体力が高めなんだよね。お、謎だ。やっと謎来たわ。謎が飛び出してきたぞ。ちょっと意味がわからん、意味がわからん。レイトン、わ、久しぶり。またお前らか。ハンマー1回だけで、普通に考えたらここだよね。でもダメ。ここ壊れそうじゃない？ 1 回だけ。ちょっとどういうこと？ 4 箇所しか叩けないけど、これ多分全然関係ないとこ叩くんだと思うんだけど。じゃないと終わらないもんね。さあ、一応全部の場所を叩いてみたが、どれでもない。多分ここが壊れるんだと思う。そしたら斜めになってピタッてくっつくのは分かんだけど、どうやって叩くんだろうね、ここ。分かるんだけど、叩くマークが出ないんだよね。絶対ここなんだけど、どうやって叩くのかがわからない。そしたら斜めになってピタッてくっつくのが予想つくんだけど、そのためにここを叩いて、ね、これこっちから叩いたらここがポトンって落ちて割れるかとか思ったんだけど、割れません。出たー。矢印なかったやんかー。これで合ってるかな。謎釈明。こんなものかな。よく気づいたね。一回で全ての石像を並び替えるには土台を傾けるしかないね。常識を疑ってかかることも大事だぜ。洞窟の石板が謎辞典に。こういう発見があるからやめられない、止まらないカッパエビ戦だぜ。さあ3回。現状はまだまだ簡単なんだけど、逆にこんだけ簡単だと長そうだな。そっか、おばさん心配性だからね。おじさんは理解があるからいいじゃねえか。俺の親父なんてよ、考古学なんてみっともねえ夢は捨てろ、ね、授業を引き継ぐための勉強をしろだのね。最初にじゃシャロアまで反対するんだよ。後押ししてくれるのはヘンリーだけだよ。ヘンリーも怪しいな。ここまで来ておいて今更だけどね、と。ヘンリーのアドバイスなんていらねえよ。自力で解く。ねえ、こんだけ俺がやってやるとか言いながら穴を掘るのも戦闘行くのもレイトンだもんね。あれ、普通に下か、転がす。お前も働けたわに、ね、何にもないところからなんか出たことないけど、あ、まさか。違うか。ここに穴開けてうまいこと石を止めるとかそんなことはあるかと思ったけど、そんなことは全然なかったし、うん、これ下には転がせない。普通に考えてここに岩を持ってくる必要があるわけだけど、この形じゃ
ヘンリーじゃねえな。ランド、お前ここでちょっと止まれよ、お前。別れよう。そしたら俺がこうやってこっからこう石転がすからさ、お前ここで受け止めろよって思うんだけど、そういうわけじゃないか。ああ、そこ全部穴やったんか。ここの一番上に合わせなきゃいけないのかと思ってた。ひらめき。まあ、現状難しいところは、あれ？ここ下いけない。あれいけないのかい？この中も光ってる。さあ追ってみようぜ。ちょ待て、何か聞こえないか。何の音だ。うわナイス。これ系好きだよね、レベル5は。これこそ冒険。まあ、インディージョーンズボックス、海鳴りの貝殻。お、謎だ。お、謎が出てきたな。どんな謎だろう。謎92、壁画。壁画に古代人が描いたと思われる牛の絵。牛。ランプを照らすと絵の一部分を照らすことができるが、何頭の牛だな。あ、なるほど。画面端、これ牛なの、そもそも。あ、牛か。1頭2頭これぜ、大元に一匹でっかい牛がいるから、それを数え忘れないようにって感じっぽいね。よし、じゃあ左下から行きましょう。ん、1頭2頭3頭、ね、ちょっと上に行って4頭5頭6頭7頭8頭これ1頭目やな。だから普通に考えると8頭なんだけど、これここ、ね、大きい牛があるから9頭。これが俺の答えだ。何？こんなこともあるかな。じゃあもう1頭ぐらいいるか。あー、減っちゃった。1、2、3、4、5、6、ね、7、8、9。普通に1頭見逃してた。俺に任せとけって。普通に1頭見逃してただけだね。どうだい、正解だ。10頭も書かれていた。9頭の小さな牛の群れを囲むように大きな1頭がいたんだよ。洞窟の壁画が謎辞典に追加されちゃう。うん、キリーン。